どうも、味の丸です。今回からスマブラ実況を始めていきます。お相手はリトルマックか。こんな復帰弱者相手になりませんね。ユーテロイもまあまあ復帰弱者だろ。これを見ても同じことが言えるかな。これはまあ、かわいそうだな。さてさて、まるっと1ストック差がついたわね。リトルマック復帰は弱いが、バースト力やばいから一瞬で逆転もありえるんだぜ。そうね、だからここは慎重に崖外に出して横スマじゃーい。これで帰れないマックくん、かわいそうすぎんだろ。はい、てなわけでいきなりパーフェクトを決めた最強のロイス海です。戦闘力は？ビップにも言ってません。どの辺が最強なん？続いてお相手はガオガエンですね。リベンジされるとかなり厄介だから要注意なんだぜ。とりあえず相手の動きを見るためにガンガン突っ込んでいきます。様子見って知ってる？まあまあ、ビップ前のオンラインなんてスマッシュが正義みたいなとこあるから、こんな感じでね。別にそんなことはないと思うが、確かにロイもスマッシュは当たればバカみたいに吹っ飛ぶから、早期撃墜狙うならいいかもな。そうそう、で、誰がバカだ？おめえだよ、と。バカの相手してたら1ストック先制したな。霊夢って書いてバカって読まないで。今んとここっちはレイパーでいい感じだし、このまま決め切りたいところね。とは言ったものの、なかなかミグだったのでカット。そういえばロイといえばジャックをストックに余裕がある今のうちに決めたいわね。お、そんな暴れ NB なんてしていいのかな。はい、これぞロイの弱空母ですね。かっこつけんな。てか今のクエヌ一段止め弱空母しようとしてたけど、ガード間に合ってたろ。相手のミスなのでこちらの負けだな。こっちだけ勝利の判定きつすぎない？お次のお相手はみんなのアイドルガノンおじさん。スマブラ界でぶっぱを認められる稀有な存在ですね。ま、私はロイで横スマぶっぱするんですけどね。お前はぶっぱ以前に存在すら認められてないぞ。ひほう、相方に存在を否定される。まあそんなことはどうでもよくて、ガノンって当たるととりあえずホッとするわよね。わかるんだぜ。あれなんでなんだろうな。理不尽な飛び道具とかないからだろうね。まあでも理不尽に吹き飛ばされることはあるけど、崖際ガノンの空中横ビーってヒヤッとするよね。道連れやスマッシュで簡単にストップ飛んでくしな。その横スマは欲張りすぎだろ。いや、相手がその場回避したら意外と当たるんだよね。これ下手したら40ぐらいから撃墜ができるわよ。実質ガノンってこと？そうだねー。無理して同意しなくていいよ。割とリードしてるけど、なかなかバーストできずにいます。よかったな、バーストできたじゃん。ほんとだ、やった。何やられて喜んでんの？やる気あんのか？あんたの状況どうなってんのよ。てか相手さりげなく道連れしようとしてたな。そんな奴にはこうじゃー。プレイヤーのほかほか個性添えカウンター決まったわね。そんな技ねえだろ。てか道連れも立派な戦法だし文句言えねえだろ。わかってるけど、これ決められた時のイライラは、洗車した次の日に雨が降るぐらいのムカつき度なんです。よし、このガノンぶっ潰せ。思ってた5倍賛同得られてる。ここの復帰は勝っておきたいところ。悟空に技食ってますよ。相手も同じだからセーフセーフ。これその場回避したから横スマいけたんじゃねえか。確かに当たってたかもしれないわね。なので次は横スマ打ってみます。思いっきり半角取られてんじゃん。まあまあ撃墜されなきゃ無用でしょ。もはやガノンには何食らっても危ないし、誤差だよ誤差。いや、そのリップはおかしい。その場回避しないなら少し横にずれてスマッシュ打てば当たるんだよね。これがいつ見てもロイの横スマ飛びすぎだよな。確かにこの剣であそこまで飛ぶわけないもんね。実は服の中はゴリゴリなのか。そんなロイ嫌すぎる。ここはいつものコンボを決めてと思ったけど、なんか食う前は当たらなそうだったから様子見ます。お、また掴みチャンスじゃん。ジャンクすると思ってたけど、普通にその場回避だった。なんで寝てんだよ。掴み横スマが決まらなかった。じゃあその横スマもらいます。最後のお相手はロボット。なんかわからんことされてわからんまま負けることが多いキャラですね。こいつのクエに強すぎると思うぜ。ちょっと引っかかったらなんかコンボ始まってたりするしね。ロボットは技振られた後どうすればいいかわからないことが多いわ。横スマチャンス。これ当たると本当にリターン大きすぎるのよね。その後ジャスがミスってリターン潰してるけどな。けどダメージ的にもこっちがだいぶリードしてきたわね。ここは掴みから横スマをもう一回当てるしかない。そう、何度も当たるか。それが当たるんですわ。その場回避入れ込んでる人には結構当て続けれることが多いわね。復帰阻止は当たらないと。しかしもう弱空母の撃墜範囲内。食う前に化けたな。結構練習してるけど、未だに食う前に化けることがあるのよね。その後なんやかんやあり、結構まくられるぜ。ロイバナンすぎやろこいつ。ロイデバナンだったら全キャラバナンだろ。もうなんとかなりました。そういや、までも壊れてんだったなこいつ。崖際でまでのどこかに当たると簡単に撃墜できちゃうわ。そして特に見どころもなく試合は進んでいき、ストックは並んで1-1なんだぜ。かなりリードあるし、これは絶対に負けられない。スマブラだとここから逆転されることも珍しくないからな。逆の立場ならここからめちゃくちゃ集中するからね。リードしてる方が逆に焦るまである。やっぱなかなか粘られてるな。こうなるとなぜか攻撃当てれなくなるんだよね。横強でも当たれば勝ちなんだけど、そうやって動きが単調になりがちなんじゃねえか。それはあるかもね。お、なんとか崖展開を作れたな。頼む当たれー。最後はお願い食う前だったが、なんとか勝利できたな。はい、ってことで今回の動画はここまで。これからたくさん動画を上げていくので、ぜひチャンネル登録お願いします。それでは。